どうもこんばんは、ブラッシュでございます。まあ、時刻はですね、7月のもう3日になったばっかりの12時30分から、スタートしていきたいと思います。さあ、今日のテーマは東京タワーということで、まあ、これはですね、今配信の途中でやっていこうかなというところですね。どんな感じになるのかなというところで、まあ、東京タワーのベースのあの赤い色の部分を何色でやろうかなと。白はあるからな、青と白か、青と白でいくかな。茶色の方がいいのかな、どっちがいいですかね。いや、青と白の方がいいのかな。メインは青で、いや、緑も綺麗だけどな。まあ、緑を背景に持ってきて、あ、濃い青と白でね、作っていきたいと思います。ということで、濃い青、これをね、やっていこう。濃い青と、濃い青と、これがベースの色でいこうかな。そしてあとは白ですね。白に、ジャラ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 してますけどもね、これがメインで、やっていきたいと思います。この色とこの色で、あの赤と白の、東京タワーですね、表現できたらなということでやっていきましょう。まずはてっぺんがここで、ここか、てっぺんがここら辺で、ここら辺にして、そして下のあれが赤だから青、これなのか、ここら辺ってことかな、こういう流れか、こういう流れでやっていくってことか。そうそう、ということはこうなって、赤来て、青来て、青来て、そして、あ、結構な2回言っちゃった、結構な感じだな。こうなって、こうなって、第1弾、第2弾、第3弾の青があって、そして下が作る。こんな流れか。ほうほうほう、これが、こんな感じ？なかなかですね。これが一番下ってことね。いや、意外となかなかな感じになりそうですね。最近やっぱちょっと流行ってるのが小粒。この小粒のタイプ。これがなんかすごい、やっぱ形は作りやすいので、同じ素材はね、シーグラスは光るのと、そしてね、小粒の方がこういろいろグラデーションにもなってくれるし、形もやっぱり作りやすいので、まあ、あのスプレーが細かい、あの粒子だからすごい立体的に見えるのと同じで、石もね、細かければ細かい方がより近い表現はできるんじゃないかなと思ってます。形はね、今見えない枠外のところをやってますけどね、枠外やりながらの1、2、3の4、ああだからこんな感じか、1、2、3、4、だからこれはここで、この上に白が来て、いや今日ピンセット活躍しそうですね。白来て、ここに赤来て、お、もう使いたいけど、まず大まかなねところだから、赤来て、白来て、赤来るけど、赤はここか、こうなるんだな。
赤着てで、まあこう着てこう来るんだな。はいはいはい。こうじゃない、もうちょっと細めがいいか。細めの細身体型ね、ここはね。細身体型が来て、そして白が来る。白着て、ハート型がありましたね。ハート型の白。こうなって、そしてここにハート型を置いておきますか。こうね、こういうのがたまにあるってことで、白を着て、でブルー、ブルーこれが赤だから赤は立てないといけないのか。こういう流れだな。こういう流れで、これが赤だから赤の上が今度白を。白着て東京タワーね、難しいな難しいような感じはしますけどね、まあ、全部難しいですからね、それを言っちゃえばね。白着て、ちょい赤着て、ちょい赤着てのまっすぐ伸びて、まっすぐ伸びる中に今度まっすぐ伸びる白着ての、白着てのその間にはあるけど赤がちょんちょんちょんって感じか。こんな感じだな東京タワー。へえ、できたまあ下手したらエッフェル塔にも行けますけどね。東京タワーできましたね。なんとかかった時間6分54秒ってことで、ひとまずは大まかな流れは、できたんじゃないかなというところで、あとは詳細ね、細部ね、細部を作っていかないといけないですね。これをこうやってこうして、ピンセットタイムだ。これはこうなってくれて、上から見て白、下がね透けてるところに重ねていこう。まあ、細かいの置きながら、特にねこういう感じで埋めて。これがね結果的に何で作ってるかっていうのがねやっぱり気になる、ね、方もいらっしゃったりして、まあ、シーグラスって言ってこう海にの浜辺に流れ着くっていう、ガラスですね。ガラス危険なんですけれども、海の砂と波によって砂と石ころに当たって角が削れて、でまた割れて、それが角が削れて丸い状態で海に漂流しているものなんですよ。なので結構こう角が全部がすりガラスみたいになってて丸くなってるんですね。でなんかもう肌触りすごいいいですし、最後濡れたらもう透明のガラスになっちゃうので、濡れたらもうガラスと同じぐらい透明度が出て綺麗に見えて、乾いたらこんな感じですりガラスみたいな、擦れて白くね粉っぽくなってるけど、いろいろぶつかってこういう風に擦れて角がない状態の天然のシーグラスでございますね。ブラッシュ使っているのは。で、まあ、これを自分でブラッシュがビーチコーミングっていう言うんですけれども、海にですね、これを探しに行きまして、で、それを集めたもので今、アートを作ってるっていう内容でございます。簡単にね、説明させていただきますと。そう。で、これを天然で作ってる方もいらっしゃるみたいですよ。はい。天然で自分で人工で作って、あ、天然じゃないな、人工で作って、機械でねぐる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 ってこう波と石みたいな感じでこう削られて形を整えて販売してる方もいらっしゃるみたいです。まあブラシもやってみたいなと思ったこともありますけど、まあまあひとまずはいろいろこういろんなジャンルをやってみて、まあこれもいいなと思いましたけどね、ガラス集めるの大変かなとかいろいろこう考えて、今それはね保留になってますけども、はい、そんなところですね。あと何言おうとしたっけな。あとは自分でもね作れるみたいなので、まあちょっとお子さんとかねいらっしゃる方とか、もしくは大人の方でも、なんかペットボトルに砂を入れて石を入れて、まあ分量なんかあるみたいですけど、そこに割ったねガラス、まあいい感じのガラスのサイズを入れて、でシェイクして自分で砂とね石とぶつけ合ってこう
このシーグラスを作るっていうやってみようのコーナーみたいなので、僕も見ましたけどできるみたいですよ、はい、もしご興味ある方は。ただまあガラスなので、ガラスに穴を開けるときも削ったりしたその粉とか、もうガラスの破片って非常に尖って鋭利なので吸い込んだら危険とか言われてたりするので、まあ、加工するってガラスを加工するのはあまり僕はねおすすめはしないなという感じだったので、まあ、自分でもこのシーグラスが天然のシーグラスがちょうどこう危険なものも削られてそのまま漂流してるのでいいなと思ってそのまま使ってます。ブラシはですね、たまにまだこれは角がね削れきれてないっていうものも、ありますけどもね、それはそれで一応浜辺でね子供たちが怪我しないようにビーチコーミングと一緒に、まあ、鋭利なものはそのまま瓶ですね、瓶のゴミの日に一緒に出すとそういう、まあ、海にも優しい活動をねこっそりやれてる感じがしますね、はい、そんなところでした。さあ黙々と、いや次はねあと何分だ、そんな話をしてたらもう11分経っちゃったっていうね、経っちゃった、はい、ちょっと待ってくださいね、ここはちょっと行き過ぎだな、このぐらいでいいんだな、ここはね、ここもペロってなってて今微妙なところの調整をまずしてます。これだけでも東京タワーって言えるけど、まあここまでやるならちょっと夜景を入れたいなってブラシは思ってて、今そこにまあ時間が間に合うかっていうところのね感じでやってますね。もう本当こんなに時間を気にして作品を作る人はいるのかぐらい気にしてるような雰囲気はありますけれども、おそらく僕も詳しくは聞いたことないですけどね、皆様ね作家さん皆様というか時間気にしてされてる方いるとは思うんですよね。僕もあまり聞いたことはないですよ。自分のペースで作っていくみたいな感じの、まあ、作家というかそういう方の方が多い気はするけど、まあ、ブラシは時間気にしてやってますね。結構何でも、そうそうそう、時間を気にする代表的な、あぶね、危ないな、危ねえって言っちゃった、一人かもしれないですね。まあいかにね生きてる時間もそうですけど、生きてる時間に何個作品を作れるかどんなの作れるかっていうのもやっぱり時間だと思ってるので、そういう考えが生まれるんでしょうね。ブラッシュは死んでからはね作れないですからね。そんな話ばっかりしてるよってまたねつぶやかれてる気が今しましたまた朝のラジオからそうだけど、また死ぬ話、死ぬ話じゃない、死の話ね、死海の話をしてるみたいな。そう、まあまあ命あるうちにいろんなものをこう作っていきたいなという流れですね。これちょっと下の部分見えてないですけども、後で全体では見えると思いますね。あ、そこまで下作ってたんだっていうのが画面ではね見せられない部分なんですけど、あ、一応もう大体これが東京タワーだな。夜景入れたら変になっちゃうかなっていうぐらいを今考えてますね。夜景入れるべきかどうか、いや本当は入れて対策になっちゃうなっていう感じはあるんですけど、入れたら結構大きなね感じになっちゃうかも。どうしよう、こんな感じだな、結構いい感じではあるんですけどね、これどうしよう、今は15分、
まあまあ焼け入れたいけどな、ちょっとは入れたいけど、まあ、当たり障りなくポンポンって入れようかな。そうした方が多分綺麗ですね、仕上がりが。今ツートンしかないので、これでもう東京タワーっていう形を、まあ、最近知ったんですけどね、あんまり絵と違って複雑に入れると形自身が分からなくなるということがあるので、これはこれで OK にして、ちょっと夜景をね入れていこう。いい時間だな。でもいい時間なんですよね、夜景プラスか。夜景は背景が茶色の手前がカラフル、あ迷っちゃうな、迷っちゃうけど、どこまで、こんな感じか、結構広いんだな。はいはいはい、まあ後でダメだったら崩せばいいので、なんかタイルでやってる感じがしますけどね。大体を作って、はい、この時点でもう崩れましたね。なんか東京タワーっぽくなくなっちゃった。いやどこまでやるかだな、クオリティか。でもこのタワーとは全く違う色を、いやそっかそっか、背景やったら後で切り抜きが大変なんだ忘れてた。いやそうなんだよな、切り抜きが大変だから、全体的にはやめて、こういう大きな感じにしなくて、部分でいこう。部分だな、ちょっとビルだけ作るとかね、ちょいっとビルだけ作るのと、ちょいビルを作るぐらいがいいな。ちょいビルと、手前にもここら辺にビルがあって、これがちょうど光ってくれて焼けになると思うんですよね。わからないけど、やってみよう。縦と横さえしっかり作れればビルっぽくなるんじゃないかな。こうなって。こんな表現でいこう。下に緑の茶色はここら辺にポンってあったりしていいか。こういう感じだったら切り取りしやすいので。まだいいかな。このぐらいにしとこう。この色たちは。そしてまあこれを何箇所かこうまとめて作れば、こうなってるのか、ここに入れるべきかここか。そうだな、裏が後ろが濃い方がいいんだよな。タワーの隣にタワーを作るか、重ねちゃえばね。さあ結構ねもういい時間なんですよね。20分、まああと10分はあるけど、どこまでいけるかですね。こんな感じと、あとはまあ一番映える色たちをちょっと置いてあげて、東京のなんか華やかさをこう演出できたらなと思います。
あ、上が黄色が本当はやっぱあった方がいいんだけど、まあまあまあ仕方ない、これは仕方ないな。こうしてで初めて昨日かな、赤色をね見つけました。これ唯一赤だけどな、これ赤だから上に持ってこようか、こうしようかな。唯一赤見つけたんですよ、初めて、ね、いやいやこれやめよう、あえてこれだけはおかしいからこっちに置いとこうかな、ここら辺上の方、うん、そしてまあいろんな色があった方がいいのと、東京ザ東京をね、これちょっと切り取るのが本当に大変なのでバラバラにしたくないんですけども、まあ仕方ないのでね、バラバラで置いてます、パレットみたいな感じで。そう、結構ねレアな色もあるので、一応見ながらやってはいるんですが、どうでしょう、これはダメだ、重ねない方がいいな、これは一つでブルー入れるならここら辺、ここら辺か。そして、まあ、一番綺麗に光ってくれるグリーンを、さあ時間的にはもうほんとギリ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 ですね、20分使ってる。はいはいはい、まあ、これ切り抜き大変だな、まあ行こう、まあ行きましょう、あえて本当にリアルはいらないから、ここはこういう感じでタワー作ってですね、タワー作ってあげて、まあ華やかさが伝わればいいかなというところなので、いやこれ切り抜きが大変だけど、まあ仕方ない、貴重な貴重なグリーンを使って最後ね、こんな感じでいいのかな、配列は。はい、ということで、東京の街並みを、東京の街並みとそして東京タワーをブルーでね表現してみました。赤色のシーグラスがないので、まあ、そこは勘弁していただきまして、賑やかな感じでね、またリベンジして大きな東京タワーの作品作ってみたいなと思うぐらい、なんか夜景がいけそうだなと手応えをね感じましたね、この短い時間描いてみましたけど、結構いい感じじゃないかなと思います。ちょっと並べるだけでもあんまりやりすぎだなちょっと派手派手にやっぱなっちゃいますね、東京なので自動的にね。はい、で上の線はある程度揃えた方がいいからこのぐらいにしとこうか、こうした方がいいかな、ビル、いやビルは手前しかわからないので、手前大きめ、手前大きめの奥は細かめですね、本当に切り抜き大変だな。はい、ということでひとまずはこれで東京タワー完成でございます。さあということで、どんな感じになるかわからないですけどね、こんな感じですね、全体的には子供のおもちゃみたいになってるけど、まあまあまあ、どこ、ここでいいかな、いやまあまあまあどうなるのかはわからないけど、うん、いいんじゃないかな、面白い。では、最後のスプレーしたいと思います。それでは3秒前、2、1、スプレー。さ
あ、結構ね綺麗にやっぱり出ましたね。うん、いい感じだと思います。またあの写真を見て、この後の写真で完成を確認してください。なかなか動かない自分を自分で動かすこと、ブラッシュでございました。こんな感じにしたの東京タワーです。ありがとうございます。見上げる空、月は輝く、冷たい空気、体凍える、震える心、思わず震わせ、体感は寒くても心は強く持つ、何もないところから始まり、また一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる、それも本能的に動く、その一歩が明日につながる大きな一歩だ。日は昇り日々繰り返し動く、鼓動も高鳴り大地も照らす、暗闇の中迷う迷いを抜け、記憶をたどる歩く暗がりを刻む、時と同じ空間に日々変化する中の B ラッシュを、筆にかける生き様、B ラッシュ。